こんにちは、大西ゆかりです。7月入りましたですね。もう上半期は終わりました。もう7月からは今年も下半期に突入してまいります。大西も元気でやっております。皆さんはお元気ですか？割とずっとずっとなんですけどね、春に引っ越しをしたもんですから、その前後は結構もう引っ越しの作業やら何やらで、全然夏あたりのこの夏のなんかこう段取りっていうんですか、ブッキング、あんまりね、ちゃんとっていうか、ガーッとこうガチガチにやったわけではなく、なんかまあちょっと今までの曲をいろいろと練習をし直してみたりとか、それからこれから始まるである新しい曲のなんか練習とか、なんかそんなに当てるんやろうなって、なんか自分でもなんかそんな風に思ってたこの夏場でございますが、今月ももちろん、7月ということですので、奇数月ですから、10日の金曜日には東京高円寺ジロ吉に参ります。ジロ吉では、ずくなしと一緒になんか女の子パワーで、頑張って2ヶ月に1回やらせていただいてるんですが、まあ、それが7月の、ね、10日にあって、それで、同じように7月の29日肉の日はフラミンゴジアルーシャで、またこれ月例ライブということで、729に関しては119回目ということで、なんか別に節目がどうとかいうことないんですけど、肉と肉にかけて、あ、肉の日なんやなみたいな感じで、皆さんお心を留め置きいただいて、またぜひお越しいただきたいと思います。夏からまたちょろちょろといろいろありますんで、またいろいろとカタカタ言わして、皆さんぜひどこぞでお会いできるように一生懸命練習しようと思います。もうこの夏の目標はもっともっと歌が上手なることです。私は歌が上手くなりたい思ってます。そしていずれは夢の大舞台思いながら、毎月、毎日コツ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 頑張ろう思います。暑いですから皆さんどうぞ水分補給なさってね、私も健康でいきたいと思います。またお会いしましょう。今年もよろしく。今年もよろしく。じゃあ。